今朝、四万十市玖珠にある畑におよそ130本の栗の木が植樹されました。植えたのは四万十町の東和地域で野菜などの有機栽培に取り組んでいる四万十流域野菜と栗の加工などを手掛ける四万十ドラマのメンバー15人です。四万十川中流域では農家の高齢化や後継者不足により耕作放棄地が年々増加しています。特産品の栗を植え、地域農協の課題解決につなげようと、今日は苗木を地上から60センチほどの高さに切り、1本ずつ植えていきました。四万十ドラマの工場が去年できまして、そこでたくさんお菓子を作るというまた仕組みができましたので、そこで原料をですね、これから10年かけてどんどん増やしていって、そこでお菓子にして地域にですねお金がまた入ってくるような仕組みができたらいいと思ってます。今日植えた栗は5年後には収穫できる見込みです。